初代ソールズベリー公爵及び第7代ソールズベリー、伯爵ジェームズ・セシルは、イギリスの貴族、政治家。1748年に、第6代ソールズベリー伯爵ジェームズ・セシルとその夫人、エリザベスの長男として生まれる。イートン校を卒業。1771年から1823年に、かけて、ハートフォードシャー総督を務めた。 1773年から1815年にかけてハートフォードシャー軍に大佐として勤務する。1774年にグレートベッドウィン選挙区からトーリー党候補として出馬して庶民委員議員に当選する。1780年9月にはランセストン選挙区に転じたが同月に父の死により第7代ソールズベリー伯爵位を継承し貴族委員議員に転じた。 1780年から1782年にかけて王室会計局長官を務める。1783年から1804年にかけては区内長官を務めた。その間の1789年にグレートブリテン貴族社位ソールズベリー公社を与えられた。1816年から1823年まで郵政長官を務めた。 1823年6月13日に死去。74歳だった。借位と家督は、長男ジェームズが継承した。1780年9月18日の父、ジェームズ・セシルの死去により、以下の借位を継承した1789年8月18日に、以下の借位を新規にノブされた。初代ダウンシャー公爵ウィルス・ヒルの、娘エミリー・メアリーヒルと結婚し、 彼女との間に以下の4項を設けた。ありがとうございます。